また。はい、どうも、生涯収支マイナス3億円くんです。昨日の動画でですね、まあ、今日の新潟記念と小倉2歳ステークスの予想を発表しましてですね、その予想が見事的中しましてですね、そうやね。でもし僕が馬券を買っていたとしたらね、あのめちゃくちゃ買ったことになるんですけど、買いました。馬券を買いました。いや、まあこれね、タクシーに長いからあんま大きい声出せんけど、2週連続的中やで、伊藤ちゃん。すごいですね。すごいやろ。すごいですね。いやいやいや、こうえぐいで。なんか伊藤ちゃん昔さ、俺に着いた時さ、競馬どう一緒にやらへんみたいな、はい、言ったと思うね。この真横くん乗ってみいひみたいな、はい、一回様子見ますみたいな言ってなかった。よく覚えてますね。なあ、これもいけるやろ。あの、あれやで、俺がな、最近1万円企画ってのやってんね、はい、競馬初心者の人でも俺が言う買い目通り1万円買ったら楽しめますよみたいな、はい、1回1万円、はい、っていう企画初めてずっと外れててんけど、先週今週2週連続的中したことで、はい、これずっと買い続けた人プラスやねんで。ああ、なるほど。儲けてんねんで。これいつからやってたんでしたっけ、その、2ヶ月前とかかな。あ、じゃあ、じゃあちょっと2ヶ月置きます。どういう意味？一回ちょっと2ヶ月後にまた連チャン来るかな。こいつ、ほんま頭のおかしな社員がおったもんやな、仕事にな。いや、ほんまに、いやいやいや、これすぐちょっと見ようか。まあ、まず1個はね、あれなんですよ、競争中止除外かな。そう、ライトバック、新潟記念のライトバック、これ本命やったんですけど、これは競争除外されてて、まあちょっとこれは普通に心配です。まあね、あの馬券が全部ライトバックに絡んでたんで、全部払い戻しだから1万円が1万円になって帰ってきた感じなんですけど、人馬ともに無事やといいですね。ちょっと心配ですこれは、うん、でこの小倉2歳ステークス中京の、これがエイシンワンドとクラスペディアのワイドが的中しとんねん。これすごい、すごいっす、すごいよ。ちょっと解雇していきましょうですね。小倉2歳ステークスを生まれんとこあれやったけど、ワイドが的中します。エイシンワンド、スタート出て前に促す、道中3番手、直線に入って早めに先頭、最後は失速しながらも押し切りゴール、しぶといけば、ほらな。生まれの相手3連単3着のレイピアはスタート決めて鼻を取り切ると、道中は2番手と体半分のリード、荒れた内を少し開けながら4コーナー回って直線で内ライチ沿いを通って粘るが、残り200を切ったところでエイシンワンドに捕まる、ゴール前で他の2頭にもかわせる4着。あ、4着やったんや、惜しいな。うわ、そこを超えたらもっと勝ってたな。ねえ、1500円ワイド購入してて 11.5 倍やから1万7250円の払い戻しです。1万円が1万7250円になってんねん。強、マジで。そう、宝塚記念から1万円企画ずっとやってて、ね、まあ返還されたやつ抜いて購入金額が16万4400円やねん、今までで。で、払い戻しが35万5210円やって、回収率 216%。 これすごいねんで、いとまね。これすごいぞ。へえ、やらへん。やらへん。いや、やりたいなとは思うんですけど、うん、なんか宝くじやりたいなと思ってます最近。なんでな。一番やばい。でもあれ知ってる、メガビッグ TOTO のトト、なんか前代未聞のキャリーオーバーみたいなの起きてて、はい、期待値めっちゃ高い。あ、もう終わったんかなそれ。なんかそんなんもあるで、やりたいんです。あ、じゃあ押しだろ全部な。はい。小倉2歳ステークス、あいにくのオモババ、夏競馬最終日、小倉2歳ステークス、コースタート8番エイシンワンド、4番レイピアなどいる中、花を取ったのは4番レイピア。レイピア行ったよな。 1200m で短い勾配で直線入ったところでエイシンワンドがぶち切るような素足を見せて、他を寄せつけないと言わんばかりの突き放し、番手から抜け出した力強い足で追い込みずに迫られるも、そのまま押し切り1着に寄せ、2着は未勝利ながら重賞でいきなり2着を取り、見せ場を作った1着クラ、1番クラスペディア、3着前走レコード記録者アーリントンロー。すごいな、だって
普通に2週連続めっちゃ久しぶりかも。それか史上初かな、うん、もしかしたら。今乗ってるな俺。何分いた今。今5分です。まだ5分。はい。いやあとはね、そうやな、新潟記念もそうやし、よく買ってるよ。武豊ジョッキーデビューは38年目で初の札幌リーディング獲得。あ、そうですか。馬田の一着でアリスベリテ、まずまずのスタートから鼻に立つと。2番手に4、5馬身ほどつける大逃げ、その差を保ったまま長い直線に入るが、残り400を過ぎたあたりで勝ち馬新緑化につかまり一気に失速し10着。あ、こっちはそうなったんや。ウィン5は778万円やったって。今日100円ぐらいですごいすごいです。俺がすごいわけじゃない。これや今日な、俺やろうとしてたんよな。いやでもあの変えてはなかったと思うけどさ、ウィン5もありやな。ウィン5こそあれで宝くじって言われてるやつやで。興味ある？興味あります。何分いった？今6分いきました。え、あれから1分しか経ってない、はい、やば。いやでもマジで買ったな、すごい。一回喜んどくかこれサムネにして、あ、今日もね夕方に、まあ仕事が終わって、今からは一人賛否取ったりね、あと粗品のロケも撮るんですけど、台風はもうこれどうなったの？まだおる？まあ結構ずれ込んでますけど。あ、そう。まあもうこの辺はそんな、そこまでのなんか危険性というか、 あれはもう過ぎ去った感じですけどね。東京は、はい、計画運休とかももうないですし、今のところ。8月はなんか多かったな、それ。はい、大変やね。あれ明日、ちょっと待ってよ、明日なんやっけ、いわゆる仕事？明日テレ東のレギュラーです。あー、でなんか今回短いねんな。そうなんです。おお。え、だって2時間回すだけやんな、多分。はい。へえ。ほんでその次の日がいよいよ何もないやっけ。4日ですかね。9月の2日、3日か。3日は、いや、あったと思います。てかそのさ、あれな、明日の18時か19時ぐらいにミュージックビデオの初稿が来るっていう、 あ、はい、あれはちょっと楽しみですね。そうです。現場でも繋いだやつ見たいけど、それも楽しみやし、もう一回見るの、はい、あとはまだ撮れてないシーンがあるっていうな、それ間に合うかどうかですよ。それですね。それやな。でももう9月入ったから、9月やでも9月18、はい、あのどっかの水曜にリリースしてる楽しみやなもう間もなく、まあ、はい、でももうちょっと待ってやな。あと今月他にもう一個。急にそんななんか言ったら雨足強なったけど不穏なこと言うんちゃうな今月何がありました？あと一個。え、あ、もうじゃあ大丈夫です。今月？はい。何？ビッグイベント。今月？はい。9月？はい。え？ないやろ。ミュージックビデオも撮影したよ。ライブが始まるとか、音楽の。いや、まあまあ、うん、まあそれもそうなんですけど。え、違う。何？来週末。スケジュール見ていい？はい。来週末？テンテレ？違います。あ、あれインスタのやつ？違います。聖夜の誕生日。あー、惜しいです。あ、そうなん。え、伊藤ちゃん誕生日？はい。何日？8です。何がビッグイベントやねん。大阪稼働やないかい。何がええねん。大阪稼働や。おらんやろ。今日休みじゃん。はい、その日休みなんですけど。何すんの？ちょっと迷ってます。おっていうの？
まあちょっといい人とね会えたら嬉しいですし。いいですね、あの話題のあの人や、話題のあのちゃんも福岡で聞いたとされるあ、はい、あそう、はい、全然どうなん正直。いや約束してるの、その連絡をも取ってないです今。出たよ LINE 未読です。向こうが、はい、まあ、待ってくれ状態なんで今、その待ってるところです。そう、ちょっとそのさ、はい、でも誕生日忘れられてへんかなみたいな不安はあったりするの？まあ忘れられてももういいかなとは思いますけど、会えたら嬉しいなって感じですね。おめでとうございます。いやあのごめんけど一大イベントじゃないかも。すまん。いやせいやの誕生日、まあまあせいやの誕生日ですら一大イベントじゃないよ、はい、あ9月8やったっけ。多いな9月。はい、誕生日の人多いですね。多い、せいやもそうやし糸マネージャーもそうやし、はい、今何分いった？今11分。おい行き過ぎやろおい。というわけでまた競馬なんか馬券とか奢ったるわじゃん。ありがとうございます。はい、あの私は的中マンなんで皆さん来週もお願いします。ハルちゃん。